さて、それでは本日最後の講演となります。奈良文化財研究所長の本中誠によります、総括、飛鳥藤原の旧都とその関連資産群の世界遺産登録に向けてです。それでは本中所長、どうぞよろしくお願いいたします。はい。再び、本中からです。私の方からは、総括と申しましてもちょっと違和感がありますので、本日の講演会の締めくくり、といたしまして、世界遺産のフレームの中でですね、山田寺跡をどのように捉えるのかということについてお話をしたいというふうに思います。ご存知の通り、現在奈良県、それから橿原市、桜井市、そして飛鳥村、からなる世界遺産登録推進協議会が中心となりまして、令和6年、2024年を目指してですね、飛鳥藤原の旧都とその関連遺産群の世界遺産への登録を目指して、鋭意準備作業が進められているところでございます。世界遺産に求められる価値、これは、顕著な普遍的価値というふうに言われております。これは顕著な普遍的価値というのは日本語による訳語でございまして、英語ではアウトスタンディングユニバーサルバリューというふうに呼んでおります。OUB というふうに略して言っています。画面に掲示しておりますのは、条約を運用していくための、ルールブックのようなものなんですけど、オペレーショナルガイドラインと、条約履行のための作業指針というのがございまして、その第49項にご覧のような定義がございます。ここに書いているのは、世界遺産としての価値は、一つの国にとって重要な価値を意味しているのではなくて、国家を超えて、人類全体にとって共通の文化的、自然的なテーマを表していて、なおかつ、特に傑出して、その場で起こったレアな、要するに希少性の高いもの、あるいは多くの共通するものの中でも代表的な事例であるというようなことを証明しなければならないということになっているわけですね。そういう価値を持つ場所が世界遺産として登録されるということであります。世界遺産委員会は文化遺産と自然遺産の登録のため、ある評価のために、合計で10個の評価基準を定めています。画面に示しておりますの1から6まで、これは文化遺産の登録基準になっています。この一つ以上にですね、合致するということを証明できた場合に、候補資産の OUB、顕著な普遍的価値は証明されたというふうに認定されまして、世界遺産一覧表にその推薦資産が登録されるということになるわけです。それでは、候補資産に顕著な普遍的価値 OUB があるということを証明するためには、どのような手順がいるのかということであります。まず、構成資産の、これ一番大事な肝の部分でありますが、OUB のストーリー、物語ですね。そして、その物語を形作っている特質が一体何なのかということを特定しなければなりません。特質というのは一つである場合も当然ありますが、複数から成り立っているという場合もあると思います。で、このストーリーと各々の特質が、この条約に定める評価基準のどれと結びついているのかということをしっかりと見極める必要があります。結びつく評価基準が多ければ良いということでは決してありません。一つだけでも非常に強力なものがあれば、強力に説明することができれば、それだけで十分であるということなわけですね。詳しく今日は説明いたしませんでしたけれども、評価基準にはそれぞれキーワードが隠されておりまして、そのキーワードに基づいて、OUB のストーリーや特質をしっかりと説明しなければいけないということですね。すべての OUB の特質が適用しようとしている評価基準のそれぞれにしっかりと緊密に結びついてスムーズな説明が行われる。淀みのない説明が行われる。そういうことが行われた時に初めて OUB は証明された。結果的にそれは世界遺産としての価値があるというふうに見なされるということなわけです。
で、また、この評価基準のみならず、完全性や真実性という観点からも評価を行わなくてはなりません。まあ、完全性というのは、余分なものや、あるいは足りない部分がないかどうか、いくつかの構成資産からなる場合に、そこにこう欠けているものがないかどうか、あるいは非常に弱いもの、余分になるようなものがないかどうか、あるいはそれぞれが保存環境が非常に良好であるかどうかということも問われてまいります。真実性というのは価値そのものが信頼性に足るものであるか、本物であるかということが問われるわけです。さらに評価基準と完全性、真実性の観点から価値に関しての証明が確実となれば、その保護と管理がさらに確実であるということを条件として示さなくてはならないということなわけですね。OUB は1に評価基準、2にこの完全性、真実性、そして3番目に保護管理の条件、これらの3つを充足することによって、次の世代への安定的な維持と伝達が可能になります。この3つの柱が OUB を支えているということでありまして、このバランスをしっかりと維持して、次の世代へと伝えていかなければならない。それが条約の目的であるということです。以上のことを踏まえまして、このアスカ・フジワラ・ムキュートとその関連遺産群の OUB の可能性はどのように整理できるのかということであります。現時点で、この協議会の専門委員会の方で話されている議論のエッセンスを図面に表しますと、このように整理できるのではないかというふうに考えております。6世紀から8世紀、6世紀の末期から8世紀の初頭ですね、における大陸と日本列島の間の価値観の交流の所産であるという点に注目しまして、律令制という、その先進の統治方法ですね、ガバナンスシステム、それから今日もいろいろご紹介いたしましたように様々な技術や文化が大陸から伝わってまいります。その中からどれをどのように選択をして日本の社会にフィットさせていったのかと、新たな都市の空間を作り上げていったのか、それが途上という形に発展を遂げ確立をして奈良の平城京や京都の平安京へとその価値そのもの、構造そのものが伝達されていったということなわけですね。で、さらにはもう一つの柱は、中央集権体制によって、この国家統治システムを実体化した空間、今も申し上げました途上ですけれども、これが日本の国において最初に飛鳥藤原において現れた、登場したということでありまして、その方がから発展、確立への経過を確実に表している。で、さらにそれが宮殿跡と仏教寺院跡、この中には山田寺跡も入っているわけでありますけれども、墳墓を、この3つのグループによって端的に示すということができるということなわけですね。OUB、アスカ・フジワラの OUB を語る要素は地下に埋もれている、遺構や遺物ということでありますけれども、これらが現在の地形に現れている歴史的痕跡の総体、これであるということは間違いはないと思います。しかし、先ほどのプレゼンテーションの中にもありましたように、それらが後の時代に折り重なった、農地、あるいは集落、これは歴史的風土というふうに呼ばれておりますが、これと一体となって今日まで伝えられてきたということもこれまた事実でございます。山田寺を含めまして、アスカ・フジワラの OUB の源泉はですね、今なお訪れる人の心を捉えて離さない、このような遺跡としてのアスカ・フジワラらしい風土の中にあるというふうに言っても過言ではないと思います。今日の講演会でも各分野を担当する研究員がお話ししてまいりました通り、山田寺跡は日本古代の仏教寺院として重要な遺跡でありまして、世界遺産としての顕著な普遍的価値、OUB の可能性を十分に秘めているというふうに考えられます。そして発掘調査で判明した地下の遺構や遺物だけではなく、伽藍配置が地上に表示されて、
良好な歴史的風土とともにある遺跡の風景もまた、大指に対する私たちの理解に大きく貢献しているのだというふうに思います。まあ、私たち名分家の職員は、この山田寺跡の価値に関する考察をさらに深めていきたいと。そして、結果的に世界遺産への登録や保全にも大きく貢献していきたいというふうに考えております。以上で私の報告が終わりますけれども、長時間にわたりまして、本日、講演を聞いていただきました、お聞きいただきましたこと、本当にありがとうございました。ここに改めてお礼を申し上げます。今後とも名分研は皆様方のご支援のもとにですね、調査研究を着実に進めてまいりたいというふうに考えておりますので、今後ともどうかよろしくお願い申し上げます。私の方から以上でございます。本中所長、ありがとうございました。